その難癖つけてる連中はこのゴルシさんじゃなくて、もう誰でもゴルシさんから遠い人に難癖つけてるんですね。ゴルシさんの方知らない人っていうべきですかね。だからゴルシさんの名前を変え、あの名前を変えて変えるっていうのはもうちょっと違うんじゃないかなと個人的には思ってるんですよ。で、変えるっていうか、なんかその集まりの名前とか、まあ、例えばセカンドネームを使ってそちらの方を使うとか、そういう。でも多分集まりの名前、まあ、例えばクロスグリグルミってやったらクロスグリグルミってやっぱり何個つけてきますよ。つまり問題がないところに問題があるように、そもそもそのリバエコ信者っていうわけのわからないレッテル貼ってるわけじゃないですか。まあそうですね。ですよね。まあ、最初の頃そのリバエコ信者っていう印象操作をこうしてます、してましたもんね、あいつらは。してるじゃないですか、リバエコ界隈っていう。結局まあ、今も今もしてるじゃないですか。だそれは同じなんです、うん、同じだと私思うんですよ。リバエコ界隈とかリバエコ信者とか言って、で、例えばよそさんの DJ チャンネルとか言ってリバイコ界隈の悪口とか言ってやってるわけじゃないですか。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あの、私幼稚園児と申します。はい。はい。あの、今回の問題に関してちょっと提言したくて、今回あの上げさせていただきました。あの、今回の件っていうのは、まあ一番問題になっているところっていうのは、あの、ゴールドシップっていうこの、あの、名馬の名前及び、まあ、著作権の、馬娘。あの、貴殿と話すもんないで出ます。まあ、そういうところですよね。一番は。あ、もしもし。待って待って。あの、話の途中だから、はい。とりあえず、黒島さんの話を聞いてからでもよくないですか？あ、申し訳ないです。はい。ちょっと待ってくださいね。あ、まあ、もう落ちちゃった。もうちょっと出ちゃったんですけど、あの、今回の件っていうのは、まあ一番その、ゴールドシップっていう名前を使っていることっていうのが問題かなっていうのが思っていまして、なぜそこのゴールドシップっていう名前に一番こだわるのかなっていうところが、私が不自然に思っているところではありますね。まあ、単純に、ゴシシ単純にそのゴールドシップが好きだからでしょ。うん、例えば、ここで一番迷惑をかかってるのは、まあ、一番は、権利者であるのは間違いないとは思うんですけども、例えば、ここでこうやって、まあ、揉めていたりだとか、界隈から指摘を受けてしまっているのは、まあ、間違いないので、そういった意味で、まあ、早めに対処していくっていうところは、まあ、大事なのかなっていうのは、思う。傍から見て思うのは当然のことなのかなとは思うんですよね。うん。